もふぐたまそうだよ。さっそう登場。俺が口先の魔術師、前原健一だ。どうも皆さん、お久しぶりですね。沖ノ宮署の大石クラウドです。運命なんて金魚すくいの網のように軽くぶち破ってやる。おいさん、おいさん、おいさん、部屋の間取りが変わってます。このジャブを後半どこで。間取りがおかしい。あ、無限か。無限だね。絶対出てくると思ったよ、今。どこかに本があるかもしれない。いや、溺れちゃうって、それやったら。13月11日が判断ってこと。13月ってなんだよ。俺たちは百鬼夜行を行う。君やってないよ、百鬼夜行は。思う存分、呪い合おうと思う。違う。これまた怖いですよ。ああ、間取りがおかしいぞ。どこが変なんですかね。ここは、あれだな、沖ノ宮警察署の取り調べ室みたいな感じか。ああ、そうですね。似てますね、間取りが。1と11って書いてあるね。まあ、ここにも11って書いてあるよ。その奥はどうなんだ。12。なんか監獄みたいだな。13。14。れ。いるんですか。動いてる、動いてるね。これ真っ暗の中で来たら僕悲鳴あげちゃうよ、これ。お社様が、なんだここは。セーフルームか。セーフルームだね、ここね。この中にサトシのバットとか。サトシのバット、ないよ、ない、ない。笠井さんの銃とか入ってないよ。64。え、なんだろうな。63。どういうことだよ、これ。61。いや、もう笠井さん、あの青鬼をぶっ殺してくれよ。嫌です。いや、それ待ってた。なんで全部やっちゃうんだ、それ。え、どこ。バレた。正面にいましたね。そこまっすぐ行けばセーフルームだね、確かね。ひた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 とついてくる。なんでちょっと煽るんだよ。なんでちょっと舐めぶすんだよ。だいぶ余裕が出てきてよ、僕に。やつを煽る余裕がね。ライトつけるとバレるのか。早くないか。早かったね、今。バレんの早かったよ、今。来た来た来た。まずい。いや、なんで。え、大丈夫これ。いや、大丈夫です。バレてないですよ。本当かい。え、きっと。分かったんだよ。その声で言わないよ。でも呪霊でそうなんだよな。わざき色の玉物前とかそんな感じかない。これはさすがに美味しくいただけるんじゃないですか。刺激した後。刺激した後。いつも雑巾の味。ああ、確かに。来てこなきゃよかったな。怖いな。最初の書類の部屋に何かヒントなかったかな。ここが01。なんか書類触れないか。なんか書かれてるぞ。あ、24って書いてある。24の部屋に行けばいいのかい。じゃあこのちょうど裏ぐらいじゃないかい。そうだな。え、などこでバレた今。往復して戻ってきた。あ、戻ってきた。に、うわ、来た。うわ、いや、バレてるだろこれ。これ、この距離感バレてるよ。もう開けろよ、そこまで来たのか。中途半端な優しさが一番怖いんだよ。いつか開けるんじゃないかっていうね。やったか。やってないな。やったか。言わないだろ、そんなこと。あ、ここ。お、24。これあれじゃないか。電気。おお、そうだよ、最初からこうすればよかったんだよなあ。おいさん、すごいな。41だって。次よ、41だっけ。ここだ。何にもない。あ、開けられるな。あ、すごい。何もないよ。あった。あったでもかかる。64。そう、これ下から開けていくといいぞ。下から閉めなくていいから。なるほど。
君はやっぱ泥棒だったんじゃないか君。私も同じことを言おうと思って。いや本当かい本当かい。私はカゲロウっていうゲームで覚えた。カゲロウ俺は東条徹平から学んだぜ。あの大谷さんの通訳してた人かい。それ水原言ってたな。ベッドひっくり返す。うわ62に近いな。ここだ。うわっ。うわ31。なんか大丈夫これ合ってる。31だって一個隣だ。こっち来てますね。ここだ。ここだ。来た。おお。あれでも何もない。なんかある。えどこ？なんか数字書いてますよ。54397。覚えやすいな。ゴシゴシサンキューな。ゴシゴシだと54もう一個あるよそれだと。ゴシゴシサンキューな。ちょっとゴシ1個多くなるってこれ。ナイス。これを待ってたぜ。なんだ。聞こえる何の音？助けて。扉があるよ。なんだ。これでクリアですかも。おお。地下だ。園崎さんのところ。君吉のおじいちゃんの声がするぞ。こっち行けないの。古いものが。なんかある。なんだこれ。なんだ。メントス。これそのあのシオンさんのネイル。ネイル。爪剥がされたぞ。あそれか。うわ嫌なの思い出しちゃったよ。反応しなかったら治りますよ。でっけえコーラがある。あ、でっかいコーラ。あ、ショート聞こえる。まずい。あれ違うわ。あれでもなんかありますよ。なんか紙あったよ。あれこれさっきのとこじゃないのかい。さっき見た紙だもん。いや、違いますね。いや、違うな。赤嫌い、全部嫌い。赤嫌い。星。なんだ赤嫌い。赤だな、奥。こっちか。あ、これだ。うわああ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 あ。赤言っちゃダメなんだよね。おいさおいさおいさ。赤嫌い、赤嫌い。赤言っちゃダメ、赤言っちゃダメ。オッケーだオッケーだ、赤行かなきゃいいんだろ。余裕余裕。どこ？赤私が少し足止めしてみます。確認してくれ。いや弱いな。弱すぎ。あれ戻ってきちゃった。気配切りの時の大石さんじゃないかそれ。早く開いて。開いてる開いてる開いてる。いやこれ来れないよ。ほら来れない来れない。ナイスだナイスだ。これなんか こんなやつなかったっけ本家でも。あったあったな。なんかスクワットキングスクワットみたいなのしてる青鬼みたいな。あ、あげる。お父さんお母さん妹会いたい。狭い狭い狭い。なんだこれ。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。え、これロッカーに。レナレナじゃレナじゃないかこれ。レナじゃないよ。ユコさん。レナだな。ユコさんいるんですか。俺んち家の外でごめんなさいを繰り返してたらレナじゃないか。いやこれ廊下長いね。なんだこの。あ、振り向けない振り向けない。え、振り向けない振り向けない。え、なになになに。え、なにこれ。俺今動かしてるけどカメラ何も動かせないよこれ。これなんか、え、視点高くね。え、もしかして青鬼になっちゃったの？お社様になっちまう。D ランク。やばいこれ僕めちゃくちゃ死んでるのバレてるよこれ。もうやりたくないよ。うわあ最終章まで。マジか。すごっ。まだ事件は続いているということですね。さあ、東村から現れた青鬼が
この崎家が怪しいと私は睨んでますね。ミオを疑うってのかよ。何やんだよここで。次に危ないのはあなたなんです。なんで死ぬんだよここで。発狂してんだよ。第2章最終章が見たい方は高評価チャンネル登録よろしく頼むよ。よろしく頼むぜ。何かあったら私を呼んでください。